ロスがほとんどなくなるはずです。これで体重圧を使わずに最小の力で最大に効かすことができる。効率よくほぐすためには絶対に守っていただきたい、いきなり点の持続圧を入れると、不快な痛さ、重さだけを排除した効かせてる感、首をぐっと持ち上げたらポイントコツンと入ったら少ない力でものすごく効きます。腰の下、真横にというか、むしろ母子の方がいい。この頭蓋骨が終わってるところ、上から手のひらで、足の角度っていうのはね、人それぞれです。曲げた状態でグーッ下に落ちる瞬間があります。僧帽筋の下に指を入れる感じで、骨際です。骨際を取っていきますよ。これを効かす場合は、これも圧の方向はまっすぐ、腕の疲れ、肩の疲れに非常に効きます。硬いところを見つけたらそこを持続圧、はい、肘で効かしていく。支えを中途半端にしてしまうと、お客様が不安になってちょっと力入ってしまうんですよね。次に抱き枕を使っていただきます。両手を使って背中を押せる長径靭帯ハムスト。体の大きなお客様に関しては肘圧もよく使うんですね。これも指の力だけで十分効かすことができます。横のポジションでもこう探れるようにしてください。もっと手首を打つように移してください。手全体がね、指がどういう動きしてるか。細身のお客様はですね、筋肉がなかなか分かりづらい部分があるので、逃げちゃうということはお客様も力がグッと入っちゃうので、で行って行って必ず指の下に狙ってるコリがあるのかどうか、片手で押せるとしても安定感っていう意味では両手で